どうぞお参りの皆さん、お疲れ様です。これからこのままで半年バスパイクを始めていきます。大体皆さんにお願いしていることですが、特に今日は風が強くなりそうですので、この場に置いてありますスピーカーなど変わらないように注意しながらやっていきますが、参加者の皆さんにも持っているご褒美だとか変わらないように十分注意をお願いします。それから歩道の不正常な連絡についてのご協力をお願いします。先日のから車道側が私たちの働いているところですので、その範囲内で交通いただければよろしくお願いします。そして周りにはまだ足元されている方々がいらっしゃいますので、先生方々がご迷惑にならないように注意からやっていきたいと思います。今日はトヨリアガの花火大会があるようですが、負けないで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、56回目になります。どうぞ下の階、半径8号以降の
きをして子供たちが海で遊び、そういう状況がある中で選挙が終わってからのやっぱり漏れていましたという発表、分かっていることを隠しながら事故を2年以上経っても事故を小さく小さく見せようとしている、本当ですね、この国は本当に恐ろしいと思います。そして福島の3号機の建屋の5階では今では湯気が出ているというニュースになっていますが、この湯気が出ているところで地盤洗浄が高いとされているところはミシーベルトと言われています。ミリでもマイクロでもなくミシーベルトです。あまりにも恐ろしい数値だと思います。そこで作業をされている方々もいるのに、この国では何も事故も終わっていないのに、それでも原発を稼働させようとし、そしてそれを海外に売ろうとしています。福島でオールスターが行われたり天皇が訪問されたり、子どもたちやボートやそういったものを利用して、そこでもやはり私は事故を小さく小さく、もう終わったよ、何でもないよっていうのを見せようとしてるんだなっていつも思います。今何が起こっているか分かっているのに、それを隠しながら、それによって被爆をする方もいるのに、この先どういった現象が起こってくるだろうか、きっと予測もついているだろうに、それでも事故を小さく小さく見せようとするこの国のやり方が恐ろしくてなりません。そして7月8日に国連が泊原発の再稼働申請をしましたが、あの原子力規制委員会ですらずさんすぎると、泊国連に突っ込みを入れるほど、やはり国連は新年よりも再稼働を優先しているのだなというのがこの何日かで改めて思いました。その命を犠牲にしてまで動かさなければいけない原発って何でしょうか。ここでもう1年以上いろんな方々が訴えています。それに反対できない北海道もどうなんでしょうか。それは間接的に人殺しを加担することではないかと私は思えてなりません。直接人を殺めるわけではないですが、それに反対できないということは、今後どういうことが起こるか分かっていながら、それでも経済を取るということではないでしょうか。ここで何度も何度もいろんな方々が命の大切さを訴えています。それでも北海道として何の反応もできないのはどういうことでしょうか。命より大切なものなんて一切ありません。どうか10年以上続く私たちのこの訴えを真摯に耳を傾けてほしいと思います。高橋知事、あなたは何を見ているんでしょうか。免税欲や権力が欲しいだけですか。知事の役割とは何でしょうか。どうぞ私たちが出会うことのできないずっとずっと先の世代にまで安心して暮らせる世の中を残すために、正しい選択を私たちに見せてください。私は1年前からずっとそう思っています。どうか私たちの声を聞いてください。再稼働反対、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 止まりは廃炉、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 原発いらない、原発いらない、どこにもいらない、どこにもいらない、再稼働反対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 。
ど、新しく毎日起こるので書くことがありすぎて困っているぐらいです。高橋知事、もうやめましょう。もうこの国がどうしたんでしょう。いつもいつも隠し事ばかり、何を信じているのか分かりません。そもそも国電に電気を扱ってもいいのかと、公の企業としてやる資格はあるのかという疑いさえ思います。いつもいつも原発を動かすときにもやらせる問題を起こしたり、今回も規制を上げるとき規制基準を出た目に、そしてコピーペーストが何かしたんでしょうけど、3号機の解答記録を改ざんして1号機2号機につけたりですとか、本当そんな出た目ばかりで何を知っているか分かりません。私たちが大きく声を上げて参議院選挙の争点に原発を押し上げて、それでも原発を推進する政党が推進しましたが、国民から原発について OK が出たわけではありません。町議会議員の皆さん、高橋知事、福島の現状を見てください。今福島では何が起こっていますか。海に垂れ流すことができない、アルプスなんか減るっていう機会で除去しようったってしきれてないです。挙句の果てには海に流すという計画もあって、不適切な発言もし続ける。テレビでは未だに新基準か何か知りませんけど、原発と再稼働に向かうように新しい神話でも作るかのように電気料金を上げるとかっていう負担ばっかりかけて何をしてるんですか。この国は泊まりを動かすなんて持ってるほかです。まずは福島を元に戻してください。それに電気を注げることが政治の役割だと思いませんか。エネルギー政策は国の国策、国がやってきたことで間違いが起こったのなら国が責任を取るはずです。それを求めるのが町議会議員、党の首長であるあなたの役割です。高橋知事、よろしくお願いします。されたり、たまらんところ
様に挑まれている皆さんの思いを母親としてしっかりと共有できるのであれば、原発の大活動など許されないのではないでしょうか。選挙の結果で残念ながら原発の再稼働を進めていく自民党が大きく勝利しました。しかし私たちの運動はもっともっと大きく続けていかなければいけないし、再稼働をやめさせて、そしてご準備準備を早めにするために一緒になって頑張っていきましょう。大会が今再稼働を進める進めると言って圧力をかけています。再生可能エネルギーを進めていくために固定価格の買取制度、あるいは地球温暖化防止税、これの制度をそもそも廃止して見直しを進めていくという動きも起こっています。私たちはこのような大会の動きや、そして原発推進政策を何としても押し返して、子どもたちの未来や、そして皆さん方の思いを必ず実現するために、もっともっと頑張ろうではありませんか。私も皆さんと一緒になって頑張ります。一緒に頑張りましょう。止まりは入ろう、止まりは入ろう、おーやめろ、子どもの未来を守ろう、子どもの未来を守ろう。ありがとうございました。再稼働反対、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 
ほとんど同じ数字です。これを見ると、国民の4分の1しか今の自民党、公明党を支持していないということがわかります。自民党に至っては、なんと10人に2人にも満たない支持です。この数字から見て、奇妙な結果が見えてくるのはお分かりでしょうか。選挙の前と後で発表された内閣支持率ですが、選挙が終わって内閣支持率が激減したということで報道されましたが、まだ 50% を超えています。選挙前は 60%、70% です。しかしこの数字はどこから出てくるんでしょうか。選挙の結果、今の政権の自民党、公明党を支持している人はたった 25% がないのに、どうして内閣支持率が 60% だの 70% だのになるんでしょうか。マスコミの大手新聞社の社長が安倍首相にご飯を食べさせてもらうか、その見返りかどうかわかりませんが、全く本当の国民の意見を反映していないのが内閣支持率です。そもそも内閣支持率の調査というのは、無作為に抽出された電話番号をかけて問い取りをするものですが、自分たちにもし電話かかってきた時のことを考えてみてください。相手に自分たちの家の電話番号が知られています。その時に私が例えば共産党を支持していますとか、そんなことを言うと調査になります。多くの方が本当の気持ちを出しているかどうかも分かりません。それが内閣支持率。そして選挙の前にあった予想世論調査、その結果どういうふうに国民を誘導していくか、自民党が圧勝するというのは総選挙でもそうでしたが、今回の参議院選挙でも事前に公表されました。これを聞いた国民はどう考えるか。自民党がみんな自民党を支持するなら私も自民党を支持しようか、そういう最終迎合的な流れが一つです。もう一つは、自民党が圧勝するならもう他の選挙に入れてもどうしようもないから選挙に行かない、こういう思いと思います。こういった心理作戦が世論調査の結果なんではないでしょうか。私たちはこういうことに惑わされず、本当に自分たちの思うこと、望むことを主張し投票に行く、これがこれからの大事だと思います。選挙の後を見ますと、民主党はほぼ分裂状態、壊滅的な状況に陥っています。社民党も敗北したのは残念ですが、今後自民党、公明党に対して反対する勢力が再現されます。この民主党の中にも原発再稼働に賛成する人、反対する人、それぞれいます。こうしたチームの中で原発再稼働を容認しない人たちを結集する一つの流れを作っていく、そして自民党に対抗する共産党も含めた統一組織を作っていく、こういった運動を作るのは私たち市民の、こういった声が大きくなればなるほど加速度的に進みます。今自民党、公明党は選挙が終わってホッとしていると思います。そのホッとしている時に自分たちの本音を引き出しにするならば、国民との不信は激化するのは避けられません。この3年間選挙がないと言われていますが、この3年間が勝負だと思います。3年間の間には同時選挙、
期は自民党の支援をもらって知事を務めてますが、たった10人のうち2人の汚い知事の自民党にいつまでも食い下がっているんでしょうか。それよりも75% 再稼働を承認する人がいたとしても6割以上の人が原発再稼働を反対している、そうした人を仲間に事前に実行した方がよっぽど将来性はあるし、北海道の自然環境を守り、北海道を安全で豊かなクリーンにする、そういったやりがいのある仕事が高橋知事に待ってます。その選択が今迫られています。高橋知事、安倍知事、あなたの気持ちの中でも矛盾が引き出しているんじゃないでしょうか。本当の気持ちを伝えたい。あなたらの政治家としての意味は何なのか再び考え、したいと考え、北海道と道民と共に歩む高橋知事の参加を体制を願わざるを得ませんか。私たちの運動は決して終わることはないです。北海道、札幌の、そして全国の原発がなくなるまで、世界から原発がなくなるまで決して終わることはないです。そのことを肝に銘じて再稼働反対を貫く、泊まり原発の前を目指す、そういった政治転換を行うべきだと考えています。以上となります。再稼働反対、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 ありがとうございます。再稼働反対、再稼働反対、
その友達からメールを見ていても、もうこれ以上原発のことを思い出させるようなことを彼らには本当に伝えたくないということを、その友達にメールで言ってきました。これはもうこれ以上私たちのだけでこの原発の事故を苦しむ人たちは最後にしてほしいという人たちのこれ思いが表れたというふうに思います。選挙が終わって、自民党が大勝しましたけれども、もうこれで原発8人、国民は8人ということを、安倍さんはもちろんですけど、高橋知事、間違っての道民は原発に8人をしているというふうに思わないでください。この北海道電力が申請をいたしましたけれども、もうあの原子力規制委員会にしか不備があって、もう戻されているというような報道もありました。もうこういうおかしなことを二度と繰り返さないためにも、私たち最後まで諦めないで声を出し続けていくこと、これが一番大切だと思います。私たちが諦めたらそこで終わりです。私たち諦めないで最後まで原発即時ゼロを目指して引き続き頑張っていきましょう。加えて、この政権党に対して、最も厳しく
権を奪われた。そのことを力にしながら、これからも私たちは何度でも本丸の再稼働を許さない、その運動を大きく大きく広げていこうではありませんか。戦いはこれからであります。原発政策、戦後60年間続いてきたあの安保条約に象徴されるアメリカとの重要関係、そして大会中心のこういった今の表を再生している勢力によって、この原発政策が続けられてきました。これを覆していくことはなかなか大変なことです。しかし大変だからといって諦めるわけにはいかがではないでしょうか。政治を犯していくのは私たち国民の声であります。これからも私たち国民の世論と運動をするながら、絶対にどんな政党の構図になったとしても原発の再稼働を許さない、この運動を、そしてこの同時の前の運動を待ちわずに応援していくのではありませんか。皆さんの一人に加わっていただいて、これからも私も全ても皆さんと共に戦っていく、その決意を述べて挨拶したいと思います。この度頑張りましょう。再稼働反対、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 皆さん、こんばんは。東区から、やってまいりました畠山と申します。畠山、ありがとうございます。僕は難しいことはよくわからないんですけれども、福島に友達がいます。その友達が、2年前あの事故で差別をされるようになった、そんなことをよく聞きます。なので泊まり原発も再稼働して万が一事故を起こした時にまた北海道民が倒されてしまうんじゃないか、人間が人間らしく暮らせなくなるんじゃないかと、そんな風に思っています。なので原発の再稼働には断固として反対です。今日はとても風が強いです。この風以上に僕たちの反原発の思いは強いです。本当ならば今すぐにでもこんなことはもうやめたいですけども、知事が再稼働を許さないと、再稼働は絶対にやめるべきだ、そう言ってくれるまでここに立ち続けたいと思います。難しいことを言ってるわけじゃないと思うので、ぜひ今すぐにでもここに出てきて再稼働はやめる、再稼働許さないと言ってください。お願いします。それでは、じゃあ皆さんの思いを込めて、いきたいと思います。いきます。原発反対、原発反対、原発反対。
持ってきました。なんで原発を輸出したがる、のか、その気持ちが本当に理解できない国民のほとんどだと思います。しかもあの枯れ葉台で痛めつけられたベトナムに売る、そして紛争を変えずに、いつも紛争のある、しかも地震でいつも大きな被害も出ているあのトルコに売る、考えられないです。海に汚染水が流れている、貯蔵水がタンクから漏れている、ずっと前から言われていたのにマスコミでも流されず、本当に選挙の終盤終わってからそのようなことがマスコミで知らされています。許されないことです。かなり情報が操作されていて真実が伝わるのが遅い。許せない選挙だったなというふうに思います。そしてこの苦しみを工場生産がもう十数人子どもたちに発見されているにもかかわらず他国に売るなんて、まだまだ被害を地球上にばらまこうとする人たちが政権を握っているなんて本当に許せないし、早く引きずり下ろしたい気持ちでいっぱいです。それと、やはり自治体の気持ちを意見を尊重するなどと言っています。これが本当だとするなら、やはり私たちの運動で高橋知事に隣はもう止めますという言葉を言わせる運動が本当に必要なんだというふうに思います。新潟県は知事がやはり時間の意を表明しています。高橋知事は何でそもそもそういうことを言えないのでしょう。遺憾である、動員は起こっている、許せない、福島からたくさん避難者が来ているということを何で言えないか。きちんと同知事の責任として、隣はいらない、言ってください。そして日本、そして世界に北海道から原発はなくしましたと一番に言ってほしい。この戦争を叱るべきです。これ以上放射能で汚染される日本を作るのは私たちは嫌です。これから生きていく子どもたち、孫たちに何を残すのでしょう。汚れた地球や日本を残すのは嫌です。だから私たちは一生懸命署名も集めるけれども、この動員の努力について高橋知事は早く国連に対してやめましょうと一言言ってください。そうだな、早く言え。甲状腺の検査で子どもたちに異常がたくさん見られています。そんなこと知っているはずです。黙っているでしょうか。そして病気が疑われます。今だけ良ければいい、原発企業からお金が入るからいい、儲かればいい、そうして今までこうして犠牲者を出してきたんです。今だけを見るんじゃなく、これからも永続する地球や自然環境のことを考えましょう。それが政治家の務めです。日本には日本国憲法があって、世界の中で平和に関してやはり優位な地位を占めたいというふうに伝聞でも書かれています。それは戦争という悲惨な歴史を経験してきた国民だからこそ宣言したあの日本国憲法なんです。その憲法に照らし合わせれば、このような悲惨な結果を招く原発はやめますと世界に宣言しなければいけないのが日本の務めです。そのために早く日本の中でも特に一番に北海道の隣はいらない、そして海の向こうの大間は建設をやめろ、それを早く言ってほしい。私たちは諦めない。再稼働反対、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 大間はやめろ、大間はやめろ。
今日もお集めいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、福島を忘れてはいけません。先日、いわき市の四つ葉海岸で海開きがあります。そのテレビを見て、やはりおかしいな、汚染水でダダ漏れしている海、スタバとか、富岡からたった40キロくらいの海で、こんなところに汚染水が流れ着いている。それを夏だから、2年住んだから排水を、国民の健康と命を守る行政が何も仕事をしてないということがテレビで放映されたんです。やっぱりおかしいんです。今東電は相変わらず隠蔽しながら、選挙が終わった途端に汚染水がまた流れてます。そういったことで倒産を準備して、次の反応に対してなんとか、そういうことを言っておりますが、倒産、これを準備したことについて報道がほとんどされてないんです。なぜかというと、倒産は核反応を抑えるための物質なんです。これを準備するということは、今福島の何号機か知りませんが、地下で核反応、あるいは再臨会が起きているという証拠なんです。これを準備しているということは、近々今までにない恐ろしい事態が発生しないとも限りません。これを皆さん、マスコミや東電が倒産を用意したと言ったら、逃げる準備をしなくてはいけない。これを中部大学の武田先生が前から言っているんです。ですから、お知り合いの方がいましたら、やはり近隣の人たち含めて注意を促していただきたいと思います。こういったことが政府や東電の隠蔽対策そのままなんです。これが泊まりで起きたらどうなるの。日本はダメになります。ダメだって。そういったことを我々は少しでも知識を得て、すぐに発言しないと選挙のように思います。ですから、毎週ここで本当はしたくない話も高橋氏に向けてやっていかなければならないんです。ですから、一人一人の意識を2年前の事故をもとに常に意識して語っている、これが我々の仕事だと思います。将来の子供を守る一つの小さな力にはなると思いますので、皆さんしっかりと訴えていきたいと思います。最近とんでもない話が出てます。もしかすると再臨会が起こるかもしれませんが、なんとか起こらないように祈るしかない。ところで、当然が海水に汚染水を流したとき、地元の漁民の方が、俺たちに踊りもなし、流し上がってと怒りまして、こうした少し、東電は謝ったんです。ですから、我々はこれから、我々が生きている上で、空気を汚すような、窒素物だとか、香水、香酸とか、そういったものを撒いて空気を汚すな、こういったことを
言われてはいけません。自治体の了解もなしにこういったものを巻き続ける、これは一私企業にとってやってはいけない、法律に違反している、これを自治体が止めなくちゃいけない、これを一言もやってない。高橋知事、やっぱり原発はいらない。低金利の反対のように結構頑張って言ってましたね。ここに来てあの年と同じように原発の再稼働しない、最後に向けてここで我々と一緒に声を上げていただきたい。こういったことを少しでも感じ取って、母親であるあなた、子供のために何かしてるんですか。こういったことを心して行政をやっていただきたい。そういったことで我々は来週も声を上げたいと思います。また29日月曜日には都内原発の口頭弁論もあります。時間がある方は午後から地裁の前に集まっていただき、たくさんの傍聴をお願いしたいと思います。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、小指屋の花火が見れると思います。ここでしっかり訴えていただきましょう。ありがとうございます。ここへ駆けつける前に20年一つの仕事を仕上げていったものですから、頭は空白のままなんですけれども、別の角度から今日は訴えていきたいと思います。一つは、これからますます泊原発再稼働都市に向けて戦いが深くなります。もしかしたら脅かすわけではありませんけれども、かくられる人が出てくるかもわかりません。まあ平和的に最近はやってますから、起訴されるまではいかないというふうに思います。しかしながら、どっかの旅行じゃありませんけれども、2泊3日3泊4日ということがあり得るというふうに思います。そうなりましたら、私たちのような年金生活者はいいんです。せいぜい3泊か4泊分の宿泊費が浮く、それから名簿のお土産話ができるというくらいにしか受け取りませんから、それはいいんですけれども、若い人のように仕事を持っている人は大変だと思います。もしかしたら職場に黙ってきている人がパクられますと、もしかしたら解雇、
などということがあり得るかもわかりません。こういう場合には、ぜひ、もしくは、この中にも幾人かの仲間がおりますけれども、札幌県連帯労組というものがあります。私もこの決定に参画した人間の一人です。24年前から活動を始めております。まあ、他にも、一人でも入れる地域労組というのは、この札幌だけでも私が知っている限り3つあります。4つ目といったなんですけれども、4つの1つが札幌県連帯労組です。それに今から加盟していただいた方がよろしいんじゃないかと思います。組合費は1ヶ月1000円ですけれども、生活が苦しい人、あるいは非正規の人、あるいはただいま失業中だという人は、組合費の相談に乗ります。ここに執行員の桜井さんという人も来てますけれども、ぜひ、私の方に顔を見かけたら、この話を詳しく聞かせてもらいたいというふうにしてもらいたいというふうに思います。皆さんの身の安全は、我々は自分の身の安全のように考えて守ります。これだけはお約束します。ですから、安心して戦ってもらいたいというふうに思います。すでに、また別の活動から反原発を訴えていきたいと思います。このような逮捕される、あるいは検挙される危険というものを犯してまで、やらなければならない段階がもうそろそろ来ております。この前問題になるのは、最終的に我々の運命を握っているのはどこだと思いますか。実は裁判所です。この裁判所というのは法律に従ってやっています。ですから、悪法もたくさんあります。この法律に従って裁判を行っています。ですから、我々はいくら自分たちが正しいと思っても、もしかしたら起訴されて、せいぜい罰金ぐらいになるだろうと思いますけれども、それでも前回一般になります。従って、直接は皆さんは関係ないと思っているかもわかりませんけれども、裁判所の動向には十分注意してください。しかも、彼女は裁判官といえども人間ですから、ビクビクしながらおかしな判決を下します。これは私も経験していることです。ビクビクしながら判決を下しているんです。ですけれども、抗議の声がなければ、彼らは安心して、またとんでもない判決を下す。そういう連中です。したがって、とんでもない判決を申告してみたら、直ちに裁判所に電話かけてください。とんでもないということで、例えば、山本太郎という名前を出したら気の毒ですけれども、山本太郎という裁判官はとんでもない男だというふうに電話をしてやってください。東京の山本さんではありません。裁判所というのは結構皆さんの空気を読んでますから、電話じゃなくてよく読んでますから、したがって裁判所の動向に十分注意してもらいたいと思います。ここには自由報道団の人もいらっしゃいますから、その辺の事情はよく分かっているはずだと思います。ですから、裁判所によく注目してもらいたいと思います。それから、冒頭、私は先々週の13日の岩内行動に参加されたことを、皆さんに連帯の意を表しましたけれども、実は、実行委員会の中で私は、風船作戦を提案しております。その風船作戦というのは、実は、チェットインの時にやったそうです。そうしましたら、記憶は残念ながら残ってないんですけれども、遺産の人の記憶に従ってお話しますと、この風船、泊まり原発の風に乗ってどこ行ったと思いますか。1時間後には風船2個が小樽に到着しました。そういうことはどういうことを意味しているかというと、大きな事故だとか、過酷な事故の場合は、事故が起きたという公表の前に、放射能の嵐が、お楽しみ、あるいは余市、あるいは古平、佐渡丹、あるいは石狩、札幌の市民の頭の上にばらまかれる。
ことであります。これはとんでもないことであります。これからプロソンはエレスにも到着したそうです。これからとんでもない演奏をちょっと忘れましたけれども、空連か、美瑛かに着いたそうです。ですから防災計画の中にそこまで計画しているのか、あるいはホットスポットというものを予定しているのか、そういう問題を今後追求したいというふうに思います。そういう問題点を追求するということと同時に、ぜひ私は優先作戦をやっていきたいと思いますので、もし実行委員会で決まったときには皆さんのご協力を得たいというふうに思います。私も大いに頑張ります。それと最後に私の個人宣伝をさせていただきます。私は石狩の瀬尾秀幸と申します。次は世界大会の席に置くこの英語の A に幸福の子瀬尾秀幸と申します。 Facebook に毎日のように投稿しております。瀬尾秀幸 Facebook、 もしくは Facebook 瀬尾秀幸ですぐ検索されます。そこにこの原発の問題にもかなり熱を入れて投稿しておりますので、ぜひ覗いてみていただきたいと思います。皆さん頑張りましょう。そんなわけで私の
終わらせていただきます。ありがとうございました。私は3週間ほど前にこの場でお話をさせてもらいました。で、大事なことを言い忘れてしまったことがあって、まあ、忘れ物を取りに来たような感じで3週間前のお話の続きを少しだけさせてもらいたいと思います。3週間前私がここでお話をしたのは6月の半ばのことなんですけど、職場の研修の関係で福島県のいわき市というところまで行ってきて被災地の現場を見てきた。そしてそこで現地の方々のいろんなお話を聞いてきたということについてそこで報告をさせていただきました。その中で聞いたご記憶のある方もいらっしゃるかもしれませんが、私たち先週で言ったものが大変大きなショックを受けたのは、いわき市はもともと33万の人口のところに今2万5千人ぐらいの方たちが被災者として福島原発の近隣の町村から避難生活をされています。で、福島というのは結構山が海の方まで迫っているので、いわき市にはあまり広い平地がないので、グラウンドとか公園だとかを崩して仮設住宅をたくさん作っています。そこにたくさんの被災者の方たちが住んでおります。で、それに対して長くそういう状態が続いていることで、被災者を受け入れている現地のいわき市の住民の方たちにも、それから仮設住宅に住んでいる方たち両方の中に大変大きなストレスが起こっていて、被災者と同じ被災者であるにもかかわらず現地の人と避難してきている人たちの中で分断が起こっているということをお話しさせてもらいました。大変心が痛かったのは、市役所の壁に被災者帰れという落書きがされたり、仮設住宅にロケット花火が仕込まれたり、そんなことが起こっている。そして被災地のいわき市の人は、自分たちは汗水垂らして働いて1ヶ月十数万で暮らしてるのに、仮設に住んでる連中は何もしないで10万円もらって、いつまで楽して甘えてるんだ、
こんな声がいっぱい起きている、そういうお話をさせてもらいました。そういう話をして、で次に行こうとした時に薪が入っちゃったのでちょっと忘れてしまったのがここから先なんですけど、大事なことはいわきの人はこんなことを言いたくて言ってるんじゃないってことなんです。大変大きなストレスを抱えながら暮らしている中で、このストレスのやり場がなくて、自分たちのよりも弱い人にそのストレスをぶつける、その矛先として被災者をいじめるというか、そういう構図が作られているということなんです。いわきの人たちにそんな悲しいことを言わせてしまったのは、事故を起こした東京電力の責任であり、十分な保証もしない行政の責任だと思うんです。そのことを改めてお伝えしたくて今日やってまいりました。そして自民党の責任だ。そして最近のニュースでは、今仮設住宅の中で子どもの虐待が増えているという悲しいニュースがあります。仮設住宅は部屋も狭い上に、お隣同士との壁も薄くて、いつも部屋の物音に気を使いながら生活をしている。ところが小さな子供は時やところを選ばずに泣いたりはしゃいだり取り回ったりします。若いお母さんがその子供たちを眺めるように疲れ果てて、子供を殴ったり、お前なんかいらないと言って子供を叱りつけたり、そんな事件が頻発しているそうです。原発の事故っていうのは本当に人間の心をここまで挟ませてしまう。そういう意味では健康被害もありますし、経済的な問題もありますけど、本当にこの人間の心を挟ませるという意味で恐ろしいと思いますし、絶対にやっぱり原発は残してはならないというふうに思います。私たちはそういう意味で現地の人たちに心を寄せる。私たちの身にもいつ起こるかわからないことだということをしっかり考えながら、現地で起こっていることに敏感になりながら、この運動を進めていかなければならないと改めて思っています。どうぞ皆さんも一緒にそのことを考えていただきたいと思います。以上で終わります。廃車の反対、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 
申し訳ありません。発電機の方にちょっとトラブルがありまして、急遽こちら側に移動していただきました。本日はここでステージにしまして、抗議行動を続けてまいりますので、thank you.
私たちはこの道庁北門前に今日で56回立っています。ちょうど1年前、去年の7月6日、同じようにこの場に立って皆さんと初めての反原発攻撃をやりました。その時には50回もやる羽目になるなんて誰も思っていませんでした。冬までやらなくても決意がつくだろうと思っていました。初めての冬を越した時、この場で猛吹雪の中でも2時間私たちはこの場に立って高橋知事に対してこの北海道が原発をなくそう、道民と同じ思いを持って知事として責任を持って発言をしてほしいという話をしました。マイナス10度を超えていました。それでも私たちはこの場に立ち続けて、そして1年後今この場に立っています。何度も同じことを言っていますが、私たちはこの場に立ちたくて立っているわけではありません。一日も早く高橋知事が多くの道民と同じ思いを持って知事らしく北海道から原発をなくすと発言をしてくれれば、私たちのこの行動を終わることができます。知事がそうした発言をすれば、私たちはこんな道庁外ではなくて道庁の中に入って知事と一緒に政府に対して、原子力規制委員会に対して、北電に対して、この北海道には原発はいりません、泊まり原発は二度と動かす必要はありません、とっととお帰りくださいとはっきり言うことができます。私たちのその日が一日も早く来ることを、そのためにこうして今日も立ち続けていきます。この金曜日の道庁前にこの場に参加できない人が、同じ思いを持った仲間がたくさんいます。この場に集まれるのは毎週100人か200人程度ですが、それでもあの猛吹雪の中でも100人を切ることはありませんでした。私たちはそのことをすごい誇りを持っています。だから言いますと、寒い中に立ってれば偉いってもんでも言ってもないんですけども、私たちは当たり前の願い、この北海道民の命を守るんだと、子どもたちの未来を守ろうという当たり前の思いを持って、そのことをこの場から訴え続けています。そしてこの場には毎週100人か200人の仲間が集まり、この場には来れないけれども同じ思いを持った仲間が、私たちと同じようにその思いを持っていろんなところで活動している、声を上げている、そのことを私たちは確信しながら、これからも毎週毎週この場で、多分来週も再来週も立ち続けることになると思いますが、皆さんと一緒に声を上げていきたいと思っています。残念ながら今のままでは今年の冬もこの場に立ち続けなければならない、そのことは覚悟しながら今やっています。いい声になったでしょうか。皆さんありがとうございます。私たちはこの北海道で活動する以上、雪と戦わなければなりません。寒さと戦わなければなりません。しかしそれを乗り越えて、当たり前の願いを当たり前に実現するために声を上げている。そしてこの北海道、国民、日本の主人公は私たち国民、農民一人一人なんだという当たり前のことを示すために、こうした行動を行っています。声を上げ続けていきます。これからもまた皆さん、こんばんは。東区から来ましたラトールです。今日ちょっと前泊まり原発がもし再稼働した場合、それに反対するために何人か対応される、そのような話だったんですけれど、その話を聞いて私はガンディを思い出しました。ガンディ初めてインドの中に
活動を始めたとき、捕まってしまいました。そのとき、裁判所が100ルピーのペナルティをして、彼を釈放しようと言ったんですけれど、でもガンジは100ルピー、だいたい30円ぐらいです。全く払いません。自分の国の中で自分のために、自分を生きるために活動するのはもし犯罪だったら、絶対人間として払いません。その時裁判長はじゃあ払わずに逮捕しません。だから皆さん、法律も政府と一緒に動きます。しかし私たち生きるために、利益のためにじゃなくて生きるために、私はここで戦っていますので、負けるわけもいかない。負けるはずない。もし考えてください、刑務所の数も決まっています。しかし 85% 反対している人は、もし刑務所に入れたかったら政府にチャレンジしたい、入れてください。刑務所は足りません。だって人は生きるために今戦っています。アベノミクス、ただ原発の利益守るために今頑張っています。原発は福島で何を与えたとかみんな知っています。原発は電気じゃなくてプルトニウムを作っています。電気作りたかったらいろいろな方法があります。もう6ヶ月7ヶ月超えたんですけれど、もし真剣にこの政府を考えたかったら、今まで再生エネルギーとかクリーンエネルギー言われている分野で進むはずです。しかし原発を得ている利益がそれはだんだん少なくなってしまいます。その利益のためにインドで中東で原発を売ろうと思っています。これは絶対許されません。私はインド人として言いたいのは、お前福島見ろ、福島見た後でこれを制するべきかしないべきか決めろ。今の人、今何人が15、6万、そうだ、みんな避難しています。みんな避難者になって、日本は戦争してない、しかし難民状態になっています。その難民状態にやっているのは日本政府ですよ。日本政府です。もし今生きている福島で辛い思いしている人たちの気持ちを考えると、何かやるべきです。正しい方向に同じ原発を動かそう、これは間違いです。今止まる原発を1号機2号機3号機これに北電が動かすようにお願いしています。しかしこれは絶対許せません。考えてください。今1号機2号機の古い形、古いなので、それを動かすに
3号機を浮かすと新設してますね。しかし1号機2号機でもし何か事件があったとき3号機はどうなるんですか。あそこは活用できない。どんなこともできません。マイクは変わっているんですけど気持ちは変わっていません。同じ気持ちで皆さん1年2年私は前も言ったんですけど50回超えた時500回になるかもしれません。5000回になるかもしれません。しかし私たちいないかもしれません。しかし次の世代のために私たち今声上げなかったらこれが犯罪です。一般の人の犯罪です。だから皆さん声上げましょう。この政府はいろいろな技を使うと思います。しかし私たちも技を持っています。まず声上げましょう。声上げなかったとき何も変わりません。声いろいろな私は日本に来て16年になりましたが沖縄の問題解決できていません。そうだ、放送もしねえ。しかし沖縄の問題戦争の問題なぜあの風になっていると一つ理由はあります。それは戦争後話せるべきことは蓋切られてしまいます。戦争で負けてでも私たち生きています。日本の人が生きています。しかし福島の問題に蓋をかけられた場合私たちにとって生きるか死ぬの問題なので絶対蓋をしないで堂々と話し合いましょう。堂々と声を上げましょう。私も頑張ります。1回じゃなくて100回じゃなくて毎回ここに来ますので止まるまで頑張りましょう。守る夕べという、チャリティーイベントがあります。
これは、福島の親子がいつでも好きな時に保養しに来れる施設を作ろうということで、前回は地下歩行空間でチャリティーイベントをやったんですが、それの第2弾になります。前回と同じ出前授業でおなじみの川原先生のお話と、フリーパーソナリティの岸戸塚さんのトークもありまして、第2部では吉川義弘さんという、チェロのライブも予定しています。今もちょうど夏休み期間ということで、北海道いろんなところで保養を行っています。皆さん同じように思ってらっしゃるかと思いますが、本当1キロでも、その福島で今住んでるところから離れたところで生活をしてほしい、おいしいものを食べ、安全な空気を吸ってほしい、子どもらしく遊んでほしい、そういった願い皆さんお持ちだと思います。今は夏休み、春休み、冬休みという、お子様の休みの期間に合わせての保養ですが、沖縄の久美の里といういつでも保養ができる施設ができたように、北海道でもそういった親子たちが好きな時に好きなだけ保養できる施設の設立を何としてでも行いたいということで、チャリティーイベントを行いますので、後でチラシ配らせていただきますので、興味ある方ぜひお待ちください。よろしくお願いします。
そうやってね、人が多くても少なくても人がいるってことは、まあ俺らはね、当たり前のことをやってきたら当たり前に人が集まって間違ってないって話だと思ってます。だからこうやってね、あのなんか調子狂うね、こう動く力から決められてるのね、だけど、あのこれって当たり前のことしゃべらせてもらってるけど、当たり前のバンドはね、相変わらず帰ってきません。ね、先生の間、めんどくせえこと言わないで終わったところに、はい、漏れてましたとかね、ふざけんじゃねえよって話ですよ。
で、世間では花火打って、花火がバンバン上がって、いざらしてる、電車とナンパしてる、まあ、それも、いいけどさ、なんか最近は、ネクロマンが多すぎてね、嘘ばっかりが多すぎて、すっかり疑われる方が動かずになっちまって、なんか、楽しいこと一個見てもね、楽しいことの陰に何があるのかなとか思うようになっちゃいました。だけどね、まあ、楽しいことは楽しんでいいと思います。楽しんでるってやってらんないし、ね、楽しくないと人間生きていけないので、ね、笑いながらじゃないと、喧嘩も続かないと思ってるんで、だからまあ、ちょっと俺はもっと、バンバン音を鳴らしたりね、変な格好したりね、音楽を鳴らしたり、しょうがないこともっと楽しめると思います。でもまあ、それは勘弁してください。でね、今日は何言ったか今、しっかりね、もう、俺のカロリーが今 40% ぐらいです。あれが楽しいとは思われ。だけどね、まあでも食べるよ。それでもやるよ。関係ないからね。風邪ひいてたってやるし、弱ってたってやるし、人が起きてもやるし、テンションが誰か立とうがやるしね。そんなのさ、何のためにやるかってのは最初からもう心に決めたことだからね。自分の心がダメだって言ってたからもうダメだって言い続けます。
ありがとうございました。